警察署の中から出たファイルをゲットとはさすがです。スライムービーが見たくなったら私に言ってくださいです。ここでいつでも見られるですよ。左のアナログスティックで見たいムービーを選んで丸ボタンで決定です。そこにあるのが最初のワールドのマップですよ。データファイルによれば最初のボスはローリー・ザ・ストームマスター。金持ちの家に生まれたものの贅沢な暮らしにもすっかり退屈していたらしい。ところがある時難破した船を襲ってから悪に目覚め、その腕を買われてデアボリック5という集団のメカニック担当となり、今でも様々な研究を続けているということだ。ファイルによれば最後にこのマッドメカニックを見かけたのはイギリス・ウェールズ地方の海。この辺りでは最近船の難破事件が多いらしい。なーに、上から行きゃいいじゃん。でもいいですか、捕まって登れるものは決まってるですよ。パイプとかロープとか、あとあのはしごとかな。その通り、ちゃんと覚えてるんですか。スライそばに近づいて丸ボタンで捕まるだろ。はいはいはい、オッケーベントレー、分かってるって。本当に大丈夫ですか。楽勝だって。行くぞ。油断してはダメですよ、スライ。もしものためにルートにシグナルリピーターを発射してあるです。そばに行けばいわゆるチェックポイントになるです。了解。サテライトポジショニングシステムによれば、あそこがローリーのアジトに間違いありません。なあ、あれアジトっていうよりまるで飛行船じゃねえか。そうです、スライ、あれがストームジェネレーターです。あれのおかげでこの辺りはずっとハリケーンなんです。壊れた船だらけだ。それにしてもストームジェネレーターで一体何をするつもりなんでしょう、ローリーのやつ。さあね、とにかく俺様は秘伝書を取り返す。邪魔をするやつは倒す。いい調子です、スライ。そこのフェンスを越えるにはセッターを使ってフックに捕まるです。ジャンプして丸ボタンを押すですよ。オッケー、ジャンプして丸ボタンを押すだな。
あの飛行船が一番ガードが硬そうだ。ってことはだ、まあ普通に考えてみれば、やつはあそこだな。そうなんですが、行くのは諦めた方がいいです。なぜ？計算してみましたが無理なんです。あの飛行船にたどり着くには、あそこにあるハイパーパワーチューブを通る必要があるんです。そして無事に通り抜けるには、あのパワージェネレーターを破壊しなくてはです。そしてそれをするには、ルートの最後にある鍵がどうしてもあと2つ必要です。ふん、どう聞いても楽勝じゃねえか。もう知らないですよ。ルートの入り口にはホログラムマーカーを置いてあるんです。それが目印です。サンキュー。もう本当に知らないです。ああ、それはオメガシールド。ワープしても大丈夫。さあ皆さん、今日は皆さんに良いお知らせがあります。ボイラーのドアを塞ぐです。ジャンプしてから四角ボタン、それで大丈夫です。
いですスライ。お宝だらけです。ローリーのものなんでしょう。ということはつまり厳しいセキュリティ。センサーには特に注意してくださいですよ。つまり、あれに乗っかってぐるぐる回してやりゃいいわけだ。まあ、そういうことです。
ねえスライ、右のアナログスティックでカメラの向きをコントロールできるです。R3 ボタンで真後ろに来るですよ。いきなり罠か。どうやらこのルート全体が罠だらけですね。そう来なくちゃ。何言ってるんですかスライ。あの絨毯に乗ったらスライクーパーの伝説のここまで、ハリネズミ、ハリアライグマで。ちょい待ち、あの樽の中に入るってのはどうだ。本当にうまくいくのか心配です。それになんだか薄いじゃないですよ。ま、やってみるさ。ここまでは調子。箱の中にいる間は私の計算によればスライのジェネレーター破壊の確率は極めて低かったんですが。計算苦手でね。さあ次も大変です。ローリーのアジトに行く道はあります。でもそう簡単には行きませんです。あの大砲に入ってドカーンってか。その通りです。生かす。私はとても心配です。その前にあの大砲に乗るためにはこのルートの鍵が7つ全部必要です。そうと決まりゃ、なんだっけ、ホロヒレハレ。ホログラムマーカーです。それだ。で、鍵集めて大砲乗って、あそこに行って、ラクーナの秘伝書を取り返してやるぜ。Thank you.
投げるためにはボトルが足りない。これはようこそお客様。でも一ついいですかな。アポイントメントぐらい取りなさい。うるせえローリー、俺様から奪ったあの秘伝書返してもらうぜ。ああ、あなたはあの時どうですか、どこかに隠れていたというわけですね。お行儀の悪さはお父さんそっくり。お仕置きをしなくてはいけませんね。しましょうか。私のスーパーボディブレスであなたをぺーちゃんこにして差し上げますわよ。行くぜ。
よろしいですか、スライクーパー。次のボス、バグショット、彼には絶対叶いませんからね。しかも、彼のアジトはギャングだらけ。アライグマどころか、ネズミ一匹侵入できません。ローリーに返してもらった秘伝書のページには、俺のご先祖リッチー・クーパーの編み出したポイントジャンプという技、かつてご先祖が日本の城に忍び込む際に編み出した技らしい。ローリーの飛行船から抜け出そうとしたら、やっぱりやってきましたカルマリータちゃん。でも一歩遅かったな。代わりにローリーを頼んだぜ。ストームジェネレーターが止まったおかげで、この辺りの海も静かになったし、めでたしめでたし。帰りにロンドンに寄って観光を楽しんだ俺たち。残念だけど、そろそろパリに戻るとするか。ここでワールド内のクリア状況がわかるですよ。一度行ったルートなら直接ワープもできるですからね。